はい、こんにちは、シューホリックの井上です。今回の商品は去年お譲りいただいていたのですが、あまりにすごすぎてお店で参考商品として展示をさせていただいていたのですが、やはり実際にお使いいただいた方が良いかなと思うので、今回販売をさせていただくことにしました。商品はこちらです。大場製法さんのカスタムオーダー品で、フルクロコダイルのトートバッグです。シューホリックの YouTube チャンネルではいろいろな商品をご紹介させていただきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。大場製法さんは日本を代表するバッグブランドで、故落合正勝さんが絶賛したスリムオーバーナイトや毎年大人気のランドセルなど名作バッグがたくさんあります。私もジャーマンシュリンクのソフトブリーフを愛用していますが、デザインがシンプルで作りもしっかりしており、使っていてとても安心感がありますね。こちらのバッグはフルクロコのトートバッグという凄まじい迫力のバッグで、カスタムオーダーされた元オーナー様からお話を聞いたのですが、8年くらい前に80万円ぐらいでオーダーをされたそうです。ただ今はサイトがリニューアルしてしまったようで確認できないのですが、去年大場製法さんのサイトで同じようなバッグが掲載をされていて、だいたい150万円ぐらいで良い素材があればみたいな書き方をされていたので、だいぶ入手が難しくなっていると思います。大変希少なバッグだと思うので、細部まで見れるようにぐるりと回してみますので、ご覧になってみてください。表面だけでなくサイドや底面まで黒子で作られていて、しかもこんなに迫力ある黒子はなかなか見ることができないと思います。デザインはシンプルなトートバッグで、横幅は表面だけだと 35.5cm、 マチ部分も含むと 48cm くらいで、高さは 30cm、 底面のパーツのみだと 11.5cm、 膨らみも含めると 14cm くらいとなり、使い勝手も良いサイズ感かと思います。面白いのがフラップをつけるのとつけないので少しデザインが変わり、フラップをつけないと少しボックス的になり、フラップをつけると上辺が長くなるので少しエレガントな雰囲気になります。これだけ黒子を贅沢に使うとエグさが出てしまうアイテムもありますが、さすがの大場製法さんで上品に仕上げており、嫌味がないので普段使いに使えそうです。
またカラーがバーガンディのためコーディネートもしやすく、ユニセックスに使えるので奥様と共用にするのも良いかなと思います。この商品はお店が終わってからよく一人で眺めていたりしたのですが、ずっと見ていられるくらい素晴らしい商品で、靴もそうですが、こういうものが良い商品なのかなと思います。販売するのに少し後ろ髪も引かれますが、今後こういった商品を作るのはどんどん難しくなってしまうと思うので、価値を理解していただける方にお届けできたらなと思います。元オーナー様はわざわざ静岡から車で商品を届けていただき、お譲りいただいた商品それぞれのストーリーもお話しいただきまして、大変感動いたしました。思い出が詰まった大切な商品をトーストアにお任せいただけて嬉しかったのと、大切にしていただける次のオーナー様に責任を持ってお届けさせていただきます。ぜひまた遊びにお越しいただき、いろいろなお話ができましたら幸いです。ありがとうございました。今後もいろいろな商品をご紹介できればと思いますので、下記からチャンネル登録、高評価のクリック、商品に対するコメントをいただけますと励みになります。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE アカウントのフォローもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。